何でしょう。何が今の時刻4時40分です。ちょっとね、3月、まあ、この動画上がってるの3月だと思うんですけど、まあ3月ね、収録投稿でもう編集と撮影に追われてるわけじゃないですか。2月の段階でなまあずっと追われてるんですけど、まあ今4時、まあ5時じゃないですか。もうそろそろ。そうだね。さすがに山岡役痛いな。さすがに山岡役痛いな。これはもう山岡屋しかないよ。そうだな。このために山岡屋があるって言っても過言ではない。めちゃめちゃお腹減ってもう元気も出ないから、うん、そういう時は山岡屋ぶち込もうよって話を。やばいこと言ってるよ。ということで今日は朝5時に山岡屋食べ放題やってみた。行っていいんだ。行っていいです。じゃあもうね、そんな感じで今から山岡に向かって食べ放題やっていきたいと思います。やったぜ。トイドトイドさあ、山岡屋に向かっております。多分この動画は多分3月の2週目ぐらいに上がってるのかな。3月ね、今収録でやってるんですけども、皆さんにはどう映ってるんでしょうね。悪天頑張ってるなーと映っているのか、頑張ってるなーって映っているのかそれだけ。僕ら食を仕事にしてるんですけども、なおこの山岡屋というラーメンをね、愛しておりますので。それほどやはり山岡屋のね、魔力ってのは凄まじいもんだね。本当24時間食べたくなる。連日でもいい。連日でもいい。まあでも隣には住みたくないけど。なんでよ。ちょっと匂いがさ、最高やろ。この辺の人勝ちだな。いや、そうね。この辺の人も、いいね。歩いて山岡行けんの。赤い看板が見えてきました。やったぜ。やば、ディズニーじゃん。それか、この感じはって。熟成味噌前しまだあるじゃん。このまま。よいしょ、着きましたー。たくさん頼んでいきたいと思います。よっしゃ、食べ放題やってくぜ。さあ、皆さん、野田の食券がレベルアップしました。とうとうクオリティが上がった。素晴らしい。じゃあまずはこちら、熟成味噌もやしラーメン。最近のおきんですか。おきんです。餃子セットしちゃうよ。あら、初めて見た。で、うわ、ラーメンもう一杯いきたい。すげー、見やすくなったね。うわ、つけ麺。ほう、つけ麺ありなんだよな。前回食った時、死ぬほどうまかったから。あ、でも特製味噌ラーメン頼まないっていうのはちょっとグレーなファンとして。じゃあ味付け卵を乗せちゃおう。ネギマヨチャーシュー丼だ。はい、さん、じゃあいつも醤油やん。ここでまた醤油いくのは果たしてどうなんだろう。え、2杯食えばいいじゃん。いや、2杯食うよ。2杯食うんだけど、醤油をそう、どっちかの枠に醤油を当てはめてしまう。これなんかもったいない気と言いつつ、やっぱり醤油選ぶのが僕なんですけど。あやねん、トッピングなあんな、まあ、ネギは入れたいかな。で、餃子は絶対必要ですよ。となると、もし味噌かな。そうなると特製味噌あるから、普通の味噌試したことない。あ、食べたことないの。マジでない。おー、あの普通の味噌をあえてね、いくというこの選択肢ね。おい、待ってくれ、ビンコーラが復活してる。ほんとじゃん。これは行かないといけない。これ俺もですね。いや、待って。あ、焼肉屋の安い食べ放題ぐらい行ってるよ。行ってるな。一旦これでいいかな。あ、待って、ほうれん草して。ほうれん草、ほうれん草。じゃあちょっとこれを席について渡します。はい、はい、ということで、入店して注文しました。はい、熟成もやし味噌ラーメンと特製味噌ラーメン、ネギマヨチャーシュー丼、餃子で、こうです。これは醤油ラーメンと味噌ラーメンで、餃子とコーラに追加のネギトッピング。ネギトッピングはもうネギ丼なのよ。頭おかしいよ。じゃあ、もう伸びちゃうんで、いただきましょう。です、いただきます。行きます。大丈夫します。はい、大丈夫します。この日のために頑張ってる。はい、あー、ありがとう、山岡。やばいぞ、これ。背徳感がえぐい。えぐいな、これは。出してるよ、今。待って、熟成もやし味噌レギュラーに欲しい。うん、まじうめ。なんだかんだ長く座りそうなイメージある。あ、ちょっと味若干違うのか。特製も食べちゃう。うわ、特製がちょっと薄く感じちゃう。熟成もやし食う、あんな濃いんだ。うん、うますぎる。
ゴム岡よ、ノーゲスない説。確かに見たことない。見たことない。餃子いただきます。うん、うまっ。はい、悪魔です。こんなんも高カロリーすぎ。さすがに次目覚めた時お前結構後悔してるとかな。なんか俺の舌に変化が起き始めてる気がする。醤油があまりにもあったりしてえ、わかんない。このネギをぶち込んだことによる効果なのか、俺が今絶賛花粉症中だからなのか、これでないってこと。なんかパンチが、うん、でも多分かけるの濃さがある。ああ、そういうね。それはちょっと知らない世界すぎる。朝5時に食べるものではない。うん、間違いない。入ってきた、早っ。いや、麺が伸びてしまうからさ。ど真ん中味噌って感じだね。確かに、俺も特製味噌の方が好みかも。うん、味噌食べるなら俺は特製のおすすめする。全然違ったもんだわ。うん、ちょっともう最後に食ったら覚えてないんだよね。あー、特急ど真ん中。うん、チャーシュー見て、超でかい。うん、熟成完食。うわ、明日パンパンマンだな。オーラがよく染みるな、この時間。お、明るくなってきた。あ、本当だ。マンコーで朝を迎えるはまだ経験ないかな。ないね。多分今日なるよ。なる。あ、このぐらい最大するのだ。めっちゃ食うやん。この後はさらに。もうここの麺なくすよ。やば。朝ラーメン行こう。朝ラーメンやってたわ。頼めばよかったね。朝5時からで朝ラーメン選択できた。朝ラーメン、この味噌たちと比べてしまったら甘いのしあっさりしすぎる。え、けど朝はそれでいい。朝に食うラーメンなら多分怖い。山岡、あれ5時にこれ食ってるやつがそのセリフ吐くのは良くないよ。説得力ないって。しかも一杯じゃないから、ね、2杯と餃子とライス食っちゃった。この企画の前はさ、うん、12時間前ぐらいか、びっくりドンキーでさ、うん、プレート4枚食ってるからさ。そうなんですよ、3000キロカロリー取ってるの。2500以上がいっちゃってる。いっちゃってるよね。ちょっとやっちゃってるよね。やっちゃってる、完全にやってる。さすがに朝5時は山倉天馬さんで流れてこないから。あれ流しちゃうと暴走しちゃうから、みんな。近所の人とか食べに来ちゃうらしいよ、あの歌を聴くと。客寄せみたいになってるんだ。そうそうそう。なんかすごい今この空間疲れるわ。どういう感情になってますよね。なんかいろんな感情が目まぐるしく回ってる感じ。妖怪でそんなこと起きる。こんなエモいを体現したかのような。 BGM もそうだな。ちょっと切ない感じ。はいはいはい。ちょっとノスタルジーになる。感傷的になっちゃう。感傷的になるの俺嫌いじゃないんだよ。そう、暗い間が別に心地もいいっちゃいい。そう、なんか思い出を振り返るみたいな感じ。あー、山岡屋すごすぎだろ。山岡屋はいろんな一面を見せてくれる俺に。これもうネットフリックスでドラマ化しましょう。深夜食堂で。いいよ、いろんなお客さん来る。そうそう、山岡屋の舞台に俺らさまざま物語があるんだよ。俺らその1話として結構いいあれ持ってるよね。うん、ちょうどいいよね。ちょうどいいよね。現代っぽさのある人たちが来て、うん、コラボです。うん、入った。うん、もう睡眠薬でも入ってますよ。思った。あのやっぱりすごいんだよ。食べながら寝れるなって感じになって。めっちゃね、頭回ってないわ。血糖値スパイクプラス睡眠なら多分これ。今日帰ったらもう俺、お、目覚めても真っ暗なんじゃない多分。日が昇ってるうちは目覚まさないかもしれない。じゃあ編集遅れとるやん。そうです。今日の動画はもう出ません。
すごいもう、わあこれ一瞬で歯磨いてそのままファーッと布団に入りたい、気持ちいいな。今日は寝よう、もう朝まで頑張ったのパフォーマンス下がっちゃうから。朝は山岡はえぐいなこれ。ちょっと朝山岡は物を考えないと眠るわそうだね、結構ハメ外して食いすぎると取り返しつかないことになる。結構セーブしたんだけど。嘘つけ、何がセーブじゃん。フルマックスだよね米と麺に全重系ね何をコーラまで飲んでるからね本当に。いい日になるわ。朝山岡はちょっとモチベーションが高まる。もう帰って寝たら昼間、昼過ぎるだろうで、ないね。うわ、時間何した最悪やってやるやつ最悪、微妙な3時とかに起きるやつ。うわ最悪だね。もう、ああもう今日終わったわっていうあれ良質な ASMR を聞きながら眠りたい。うわ最高。うわ俺も帰ったら耳かきのやつで寝よう。お前耳かきで寝れる派？耳かきめっちゃ寝れる。耳かきも寝れないんだよね。耳かきちょっとどうしたんですか？それはささやきボイスがプラスされてるともう。いや俺はささやきね。ちょっとにやけちゃったりするけど、たまに。さらに女性のやつ。女性です。俺もその領域につけ今男性が入ってる。ああ、わかるよ。男性のあのなんかイケお時間のある声でロールプレイ系ですか？俺が、まあ、ASMR 聞いてるけども、最近一番聞いてるのはラジオを聞いてて、ガスケツラジオっていうのを、ね、聞いてるんですよ、うん、これ男の人なんだけど、うん、声がいいのよ。あーはい、めっちゃ声が良くて、で BGM とかもちょっといいのよ。ヒーリング系みたいな。そう、ヒーリング音楽して、うん、その人ちょっとトークが上手いからさ、はいはいはい、ちょっと笑っちゃうんだけど最初は引き込まれんの。で中盤もちょっとヒーリング音楽流してこの間寝てくださいみたいな。うまいんだよ、すべてがうまい。もう俺が今まで探してきたこの寝れる時に聞くやつ、うん、もうジブリのオルゴールとか、はい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 、もうディズニーのオルゴールも試したけど、うん、もう結局は飽きちゃう。そう、けどガスケツラジオさんだけはいろんな配信があるから寝る時に超おさらかったんです。今年いっぱいはもう問題なさそう。うわもう明るいぞ。本当だ。皆さんネギトッピングおすすめしません。カラカラ多すぎて、うん、平日ってマジ？マジ。俺らに平日、祝日関係ねえじゃん。関係ねえけどさ、通ってなえるよな。お前、何会社員ですか？え、何か分かんないけど、カースイってバチなえる。まあ、学校の通ってた時は、まあ、確かに火曜日が一番なえる。月曜日もなえるんだけど、火曜日が本当憂鬱。で、水曜日もギリ憂鬱。木曜日からハッピーターン。その木曜日がハッピーターン。そもそもね、顔の下垂が一番のだるい時間割に入りがち。とにかく分かる。火曜日とかほぼ座学とかあったもん。組み合わせもカスなのに、その差し込む時間帯もカスなので、なんか知らんけど下垂って絶対そうなんだよ。なんだろうね、ね。どこの学校も一緒だよ。でもあるよね、絶対その風潮。朝だよ、ちゃんと。え、何時？6時とかなってる。あ、6時、ちょうど6時だ。あ、6時でこの朝さか。即興でちょっと食べてくれて。うん、僕のインターション頼みすぎだって絶対そんな食えないと思ってたよ。だって欲望のままにさ、ボタンを押しちゃったんだもん。欲望のままに言ってもさ、計画性がないのは論外じゃない。だってのび太だってカップラーメン10個やって食べれなくて怒られてたんだから。なんで比較対象のび太にした？全然いいことねえだろ。まあ、のび太に失礼だ。いや、あののび太やろ。おお前、あののび太はひどいな。何人だ。のび太だっていいとこあるだろ。メジョリンかっつって銃がうまい。あんだろ、友達思い。あんだろ、十分だろ。うん、オッケー。うん、てか横浜ってこれあれやん、深夜の3日間ぐらい食ってるそうなんじゃん。時間あると思ったら。あ、そう。うん、お疲れ様でした。ということで深夜に、あ、深夜じゃねえのか。早朝や。早朝だ。早朝に山岡屋食べ放題終了。うまかった。いや、まあもう足りなかったエネルギーは過剰なほど供給されました。はい、一応合計金額はこちらです。4000円しか700ちょっとだね。食ったよ
思ったよりも行ってしまったな、うん、今日も編集頑張りましょう明日も撮影編集頑張りましょう、はい、けどみんなも頑張ってるから俺らと一緒に頑張ろうな。それではみんなぜひ山岡に来て特製味噌ラーメンと醤油ラーメン食べてみてください。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。年内15万人目指していますので拡散の方もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の早朝企画でお会いしましょう。おやすみおやすみ風を切って走ってゆく希望の街へと。本日もご視聴ありがとうございました。次回のアクシデント初は深夜に1キロのチーズ爆食いでございます。こちらね深夜に撮っててね、めちゃめちゃお腹空いてる状況でチーズ1キロをかけて食べるという暴挙に出ました。次の動画もお楽しみに。